皆様どうも、ようこそいらっしゃいました。今日はですね、まあ補足説明なんですよ、確かに。それで、これをですね、これはですね、先ほどもちょっと紹介したうちの論文なんですけども、その中でこういう実験装置があるんですけどね、まあ、他の論文にはですね、光込むとかそういうのも出てきます。で、ところに SHG っていうのがあります。これセカンドハーモニックジェネレーション。で、確かに、2倍波が出てきてということなんですけども、これを音で聞くとどうなるかっていうのをちょっとやってみます。で、まあ、その前にちょっとですね、釈迦に説法の感じもあるんですけどですね、ギターの最低限の音ってのはドではなくてミなんですけども、まあ、これをドだと仮定するとですね、まあ、こんなすごいフォルティッシモで弾く人いないんですけども、まあ、これが、まあ、こう基本波って言われているファンダメンタルというのなんですね。でこれが2倍波で、これ2倍の速度で、2倍の周波数でこう、これはなぜか人間の耳には1オクターブ上のドに聞こえると。なんでそうなんでしょうね。3倍波でドに聞こえたっていいと思うんですけどね。まあその辺はなぜかわかんないです。それから3倍波はですね、これはその上のソに聞こえると。で、4倍波はもっと早く振動して、さらにその上のド。5倍波はその上のミに聞こえると。そういうわけです。で、これは3倍波と9倍波が重ね合わせ状態になるとこうなるというわけです。ちょっと音でやってみますかね。これここに、ありますけども、これがこの音。今のが、この音だとすると 1オクターブ上のド、その上のソ、さらにその上のド、ミ、ソと、ちょっと順番に弾いていきますとですね、まあこんな風に聞こえるわけですね。あ、もっと書いてありません。で、例えばですね、この、丸で囲んだ音を取り出した、この和音というのがですね、スクリアリンの和音であるという私の、セオリーがあるんですけども、これどこに投稿したらいいのかわからないんですけど、で、この、これを基音だとしてですね、で第2倍音、第3倍音、第4倍音、第5倍音がミになっている。一方このミの音を基音とすると第2第3第4番音がミになっていると、この共通倍音になっているんですね。そうすると例えばこれが第5倍音、同じくこのミからスタートすると2、3、4倍音、これが共通の音になっていると。そうするとですね、このドの、音の弦を開放弦にすると振動していいよっていう状況に音を出さずにこう弾きました。そうするとですね、ちゃんとこのミの音が響くんです。聞こえますか？聞こえますか？遠くの方はちょっと聞きにくいかもしれない。響いてる証拠にこの下のドの音を離すとなくなるんですよ。これがですね、純正率の場合は完全にハモる、つまりビートがないんですけども、普通現代の楽器っていうのは全部平均率で調律されてますと。それは、このミの音とこのミの音は微妙に、周波数がずれていて1秒間に5回のうなりがなりますと。調律はそうやってやるんですね。このミの音が微妙に
変化をですね、人間の耳が聞き取ることができないので、それをうなりっていう、あの数えやすい、でどのぐらいの1秒間に5回って分かりますかね、1、2、3、これが1秒とするとわわ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 、このぐらいの速度なんです。ちょっとあの微妙ですけど聞き取れるかどうか。ドとミを両方開放弦にして、今のこの上のミを思いっきり叩きます。結構ピアノに近づかないと分かんないかも分かんないんですけども、まあこうやってこのうなりの数が4個だったらまだ調律が合ってない、6個だったら押すからやっぱりそれも合ってないなということで調律をすると、こういうわけです。でこの原理は、これあのうちの修士生の谷君の修士論文から持ってきたやつなんですけども、これって光の周波数ですからね、何百テラヘルスっていうものすごい周波数です。そんなものに追随できる電気の機器ってないですから。だけども、ここのうなりのこの周波数、この差分ですね、これは電気でもの機器でも十分追随できるので、それを、観測するということによって、この何百テラヘルスの音を、ディテクトする、もしくは調整する、調律するということが可能になっている。なので、光コムっていうのは2005年にノーベル賞を取ってますけども、実は昔から調律の原理として知られていたということになります。で、さて今のこの音列ですね、これがそのまま曲になっている例があるんですね。これショパンのエチュードの、作品10の1っていう曲ですね。これ見ると本当にそのままですよね、この辺までね。これはどうなってるかというと、本当にそのままですよね。まあショパンはもちろんあのサイエンティストではなかったんですけども、まあ、この辺のことを本能的に熟知してたんじゃないかなとこう思います。